おはようございます。今日は水曜日、ちょっと少ないですね。おはようございます。少ないね今日は。飯がえらい安かったって。飯は昨日安かったね。多かった。相当値崩れしちゃったよ。金魚すくい状態。これはでかいな。これ太いとま。すごいな。ああ、これは立派な。ちょっと狙ってみようかな。ヒラメが少ないから今高いね。でかいヒゲ剃り。これは大きいな。すげえ。こんなんいっぺん食うてんじゃねえけどな。ああ。ねえ。ああ、ええな。かわいいやつだ。メガレ。ごめん。ああ、ポチョ。クっていいよ。だいたいこうやって怒るとこへ。怒ると背びれをビーンって立てるよね。敵が来たと思うで。俺味方なのに。代償大きくなってきたんですね。昨日もええねしろったですよ、タコ。そうなん。やりようがないもんね。ねえ、かわいいもんね、みんな。かわいいの取らんじゃしょうがないもんね。まあ。昨日はもう、本当のタコを餌しとったけどね。だけど、不意にタコ同士で食い合うこと。ああ、そうなん。半分ぐらいしかないですね。これはヤズです。ブリもおりますね。だいぶなりが良くなってきたな。これは太い。
曜日は中休みで送りの魚がありませんね。大きいね。まだちょっと早いけど。ああこれ。ああ。うわかっこいい。これはヘダイです。こっちがチヌ、ヘダイ、チヌ、ヘダイと違います。綺麗な、6キロはあるね。あら、あれいらんの？あれいいよ。
おー、ゆうたやね。おはようございます。あや、さあ、締めてみようか。はい。何キロあると思う、これ。あ、これですか。ああ、うーん、 5.9 時間見たらちっちゃく見えるんですよね。うん、おー、はいか、頑張れよ。俺じゃダメか。深い系、今日は奥まで出るか、鼻だれ出た、出たか、鼻だれで間違いなく出ました。鼻水みたいなのが出るの。あとは俺の神経を入れるんやけど、絶対鼻垂れてたっけ、子供んやけど。おー、暴れたけ、こいつが。来ました、間違いないです。ありがとうございました。もうなんだよ、ずっと はいだな。よく覚えちゃう。はい。いや。いいですか。はい、栄養を出してみよう。はい。うわ。あれ。俺ええとこ言ったんじゃない？六キロ。六キロちょっと。はい、5.9。いや、あと動画を見てみればわかる。6キロあったね、やっぱ。はい。